トランプ氏が米大統領選盗むことを懸念イコールバイデン氏。11月の米大統領選に向け民主党候補指名を確実にしたバイデン前副大統領は、トランプ大統領が選挙を盗もうとする恐れがあると懸念を表明した。一方、トランプ氏が選挙に敗れ結果を認めない事態に陥れば軍が介入すると確信していると述べた。バイデン氏は10日夜放映されたコメディ戦トラルのトークショー番組ザ・デイリーショーとのインタビューで、トランプ大統領が11月の選挙を盗もうとすることが唯一の最大の懸念だと語った。トランプ大統領がどのような不正行為に出ると考えているかについては明確にしなかったものの、トランプ氏が郵便投票に反対していることに言及し、民主党は全米の投票所に弁護士を配置し、共和党側が投票をしづらくさせないよう警戒すると述べた。新型コロナウイルス流行を背景に利用が拡大するとみられる郵便投票をめぐり、トランプ大統領は幅広い不正につながるとして繰り返し牽制している。11月選挙で再選を目指すトランプ大統領陣営のマート候補責任者は、バイデン氏の愚かな理屈に過ぎない。同氏は米大統領選の信任失墜に向けた試みを続けているとコメント。その上で、トランプ大統領は20年大統領選の結果を受け入れると表明していると述べた。バイデン氏は黒人男性暴行死の抗議デモをめぐるトランプ氏の対応に言軍高官の間から批判が出ていることに触れ、選挙結果を受け入れない事態になれば軍が即座にトランプ氏をホワイトハウスから退場させると確信していると述べた。米軍制服組トップのミリー統合参謀本部議長はこの日、ホワイトハウス周辺で白人警官による黒人男性暴行死に対する抗議デモを強制排除し、写真撮影のために教会を訪れたトランプ大統領に同行したことは間違いだったとし、謝罪した。トランプ政権発足当初に国防長官を務めたジム・マティス氏も、先週、トランプ大統領が米国の分断を図っていると非難し、市民の暴動への対応に軍を動員すべきではないと訴えた。内容を追加しました。